台湾の疾病対策センターからこの6月24日に20代の男性でサル痘が確認されこんにちは、ステラメディクス代表獣医師でジャーナリスト星野久と申します。ステラチャンネルは論文やニュースなどから皆様に知っていただきたい情報を選び、科学と理系の視点から動画としてお伝えするチャンネルです。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。ステラチャンネルでは曜日ごとにテーマを設定して動画をお届けしております。ですがサル痘と呼ばれる感染症が世界で報告を増やしておりまして、こちら獣医学の話題でもありますので連続でお伝えしております。前回は WHO の方で23日に PHEIC というこのサル痘を緊急事態としてみなすかどうかという、まあそういう宣言をですね、出すかということが注目されていたところから、この PHEIC とは一体どういうものかというものを簡単に説明しました。今回は著名科学誌のネイチャーの方で、このサル痘のアフリカでの発生に関してのコラムが載っておりまして、こちらを中心に最新情報をお伝えします。最後にはサル痘の世界での発生件数についての最新情報をお伝えいたしますので、最後までご覧いただければと思います。この6月23日に主要科学誌のネイチャーでサル痘についてのコラムが載っておりまして、このサル痘が緊急事態に宣言されるかどうかというタイミングで、このサル痘の状況を考える上では参考になるなと思いまして、それでご紹介したいと思います。このコラムですね、サル痘がもうアフリカではこの世界で今危機的な状況にあるということが注目されているわけですけれども、とっくに危機的でしたという、そういうことを簡単に紹介したものになります。以前動画でもお示しいたしましたけれども、1996年からコンゴ民主共和国においてこのサル痘というのの流行が大きくなっていまして、2017年にナイジェリアでこのサル痘の流行というものが活発になるようになりました。こちら流行の情報についても以前お出ししていますけれども、このネイチャーの論文でも改めて示しています。こちら1970年代ですけれども、この時にはアフリカでもともとコンゴ民主共和国で初めて1970年に人でのサル痘の感染というのが確認されまして、この1970年代には中央アフリカ系統群が38例、また西アフリカ系統群が9例、ナイジェリアなどから確認されています。それが1980年代に入りまして、ナイジェリアではその流行がぱったり途絶えるんですけれども、コンゴ民主共和国においては343例報告されていまして、中央アフリカ系統群についてはこのコンゴ民主共和国を中心に355例が確認されました。こちらガボン、カメルーン、中央アフリカ共和国ですね。西アフリカ系統群についてはコートジボワールから1例だけ確認されるという状況です。1990年代に入りまして、西アフリカ系統群は一旦姿を消します。で、一方で、コンゴ民主共和国では511例、ガボンと合わせまして520例の中央アフリカ系統群が確認されています。2000年代に入りまして、西アフリカ系統群が突如として姿を現すんですけれども、これはアフリカではなく、米国アメリカ合衆国でプレリドッグを介して、発生したサル痘、これが西アフリカ系統群でして47例となっています。一方で中央アフリカ系統群については1996年以降のコンゴ民主共和国での流行が続きまして、それが拡大する形で疑い例として1027例、またコンゴと南スーダンでそれぞれ確定例が報告されて92例が確認されました。2009年から2019年にかけて、コンゴ民主共和国において、疑い例として 18,788 例が確認されています。
こちら検査の体制が整っていないために確定例となっていないというふうに考えられます。一方で確定例として85例、こちらは中アフリカ共和国、カメルーン、コンゴで確認されています。またすでに動画にお示ししています通り、2017年にナイジェリアで39年ぶりにサル痘が発生しまして、でこれが181例です。この時にアフリカ以外でも確認されまして、英国、イスラエル、シンガポール、で、さらにシエラレオネ、リベリア、まあ、これらが西アフリカ系統群でした。で、今回のネイチャーの報告ではですね、現地のコンゴ民主共和国、またはナイジェリアの研究者の方が、このサル痘については、まあ、それぞれのアフリカで研究が、まあ、思うようにできなかったということを伝えています。これ以前の動画でも少し触れたことがありますけれども、サル痘についてはもともとこれのように流行していたんですけれども、まあ、かといってそのアフリカで研究ができていたかと言いますと、資金が不足しているということで研究が十分行われませんでした、まあ、そのためこのサル痘がもともとどの動物由来なのかというような研究も本来であれば、まあ、できればいいのでしょうけれども、思うようにはできずにですね、まあ、これまでリスが持っているというふうに、まあ、これまでの動画でもご紹介したように言っていたんですけれども、ただ研究としてそれが断定されるには至っていませんでした。姉ちゃんの論文ではこのサル痘については、この確定例疑い例あるわけですけれども、まあ、全てのサル痘の感染者を特定できているとは限らないというようなことも言っているほか、まあ、今後民主共和国ナイジェリアの研究者の方から言わせますと、まあ、特にもうアフリカでは緊急事態であるので、今更ですね、その先進国で、まあ、危機的だということを、まあ、煽るように言うというのは、まあ、遅いんじゃないかと、まあ、そういうことを、まあ、言っています。まあ、確かにアフリカでこれ10年間で、まあ、1万人近く出ていて、まあ、それが、まあ、全てではないかもしれないという状況があったということを考えますと、まあ、とっくにですね、まあ、このアフリカでは、まあ、このサル痘に苦しんでいたということが言えますので、この病気がいつ先進国に広がってもおかしくない状況があったということが言えるかと思いますので、このアフリカの研究者の方が言うことはその通りだなというふうに思います。WHO の方も、まあ、このネイチャーのところで言っているんですけれども、まあ、今後ですね、その先進国とアフリカのこのサル痘の報告数というのを分けて考えることをしないということを言っていまして、まあ、現状ではこの CDC のデータなどは先進国の情報と分けていますので、まあ、しばらくは分けて考えることが続くのかなと思いますけれども、まあ、この感染がですね、まあ、より広がるようなことになってきたり、またその WHO の方で PHEIC という、まあ、緊急事態ということで宣言されるということになりますと、まあ、世界全体、まあ、一体として考えるということになってくるのかなというふうに思います。また、ネイチャーの方で、この解明の問題についても触れています。こちらですね、以前動画でお示ししていまして、まあ、なぜ解明するかということで、WHO のガイドラインについてご紹介しましたけれども、このサル痘のサルという動物の名前をつけているということ、まあ、これもガイドラインには沿わない命名になっていたんですけれども、もともとアフリカの研究者などが問題視しているのはこのサル痘の系統群というもので、これ大きく2つの系統群というのがあるというのを以前にもご紹介していますけれども、西アフリカ系統群とコンゴ系統群、または中央アフリカ系統群という、まあ、これ地域名がついているんですけれども、まあ、この地域がついているというところが問題だということを主に言っているようでして、今やですねこのサル痘が世界で発生しているという、まあ、このタイミングに至ってですね、このサル痘の今そのウイルスがどこからやってきたというのは、まあ、そのナイジェリアからの渡航者の方で発生しているということがあるとはいえ、まあ、どこ由来かというのはまだ正確には分かりませんので、まあ、今後ですねこの系統群の方の名称が変わるというところ、まあ、そこを軸にこの病気の名前というのが見直されることになるんだろうなと思います。まあ、一方でこのアフリカでのサル痘の感染者がまあ多く存在するということは事実ですので、このアフリカでの対策というのが今後、まあ、これまでよりもまあ注目されて、まあ、対策が強化されるということがあるのかなというふうに思います。サル痘の最新の状況ですけれども、
米国疾病対策センター CDC のデータによりますと、世界での確定例は3504例となりまして、3500例を超えるということになっています。報告されている国の数は44カ国となりました。新たに南アフリカで報告されております。この南アフリカの事例、気になるのは30歳の男性でサル痘が確認されたんですけれども、この方は海外渡航歴がありませんで、ということは周囲にサル痘の感染者がいた可能性があります。ということで、この新たに報告された国においても渡航歴のない人で発生報告されるような状況になっておりまして、今後やはりその感染経路まだよく分かっていない中でですね、その特定であるとか、その検疫の体制などを改めて考え直すということが必要になる可能性もあるかなと思います。じゃあ米国疾病対策センターの情報には掲載されていないんですけれども、台湾の疾病対策センターからこの6月24日に台湾で20代の男性でサル痘が確認されたということが報告されています。1月から6月ドイツに留学していまして、6月16日に帰国。そしてコロナでその検査をした後に自宅に待機していたところ、6月20日に発熱、喉の痛み、筋肉痛、また発疹が出てきまして、またリンパ節も腫れるということで、6月21日と6月22日に医師に診察を受けたところ、その後サル痘であるということが確認されたということです。こちらアジアでもさらに感染の拡大があるようでして、引き続き注意を要すると考えられます。またこのサル痘の報告数などの情報については随時動画にしていきますので、引き続きご注目いただければと思います。今回の動画3点でまとめますと、今 WHO の方でサル痘が緊急事態かどうかという検討が進んでいる段階ですけれども、アフリカの研究者が言うところによると、アフリカではとっくに緊急事態になっているということです。今後はこの世界のサル痘の発生というのが先進国アフリカすべて含めて一体となって捉えられるようになる方向ではないかということです。そして世界のサル痘の確定件数は3504件となりました。この画面しばらくお示しいたしますので、よろしければスクショなどしていただければと思います。今回ご紹介した文献情報は説明欄にお示しいたします。ご関心ございましたらご覧いただければと思います。というわけで今回はサル痘がアフリカにおいては当の昔からこの危機的な状況にあったということを紹介したネイチャーの最新のリポートを含めてサル痘の最新情報についてお伝えいたしました。日々動画を公開しておりますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。また皆様の声が参考になりますので、高評価、低評価、いずれでも構いませんので、評価ボタンを押していただけましたら幸いです。こんな動画をやってほしいといったコメントもお気軽に残していただけましたら嬉しく思います。ありがとうございます。ニュースの裏側を科学や理系の視点から一歩深掘りするような動画や、新しい知識をヒントに明日の生活に役に立つような動画で継続的に更新していきたいと思います。よろしければチャンネル登録をお願いします。ヒントになったとか、これは役に立つなと思っていただけたならば、よろしければ高評価ボタンもお願いします。